の心置きなく。皆さんこんばんは、小原好美です。この番組は私小原好美がいろんなことを心置きなくおしゃべりしていく番組です。本日は11月14日、もう中旬というか半分過ぎようとしているんですね。さすがにみんなもう衣替えはしたかな。なんか前言ったかな、衣替えをした後あんまり冬物の服を持ってないことに気づいて、多分前の時に処分したんだろうね。でそっからまたさらに処分したんですよ。ちょっとさすがに着ないなって思って、だから今全然冬服持ってなくて、まああるっちゃあるんだけど、どうしようかなって思って、気に入ってるやつはどんどん毛玉ができてきてしまってみたいな感じなんですけど、そんなことはどうでもよくて、先日、そうなんです、ポンポさんのトークイベントで北海道に行ってまいりました。前回の配信の時にね、ちょうど今日行ってると思うんですけどなんて話したと思うんですけど、見てくださった方皆さん本当にありがとうございました。少しゆっくりする時間はあったんですかって書いたんですけど、ないんですよ、なかった。なんかね、空港から直結しているスタジオというか場所だったので、そのまま空港からとことこ歩いて行ったので、一歩も外に出ないままとんぼ返りというかで帰ったので、全然正直北海道満喫できなくて、ただなんだろう、空港でやっぱお土産コーナーがあるじゃないですか、あそこで北海道をちょっと感じることができました。メイクさんと一緒にアイスクリームを食べたりとか、あとお土産何買っていいか分かんなくて、とりあえずとても高級そうな、いくらだあれ、2000円ぐらいするバターと牛乳瓶一つと、あとなんだラーメンかなを買って帰ってきました。また作ったらラーメン写真載せようかななんて思います。はい、それではそろそろ参りましょう。今回も私のおしゃべりを心置きなくお楽しみください。ココネームかわらっちゃさんからいただきました。鍋の締めに食べるのはご飯派ですか、それともうどん派ですか。だったかな。小原好美の心置きなく、改めまして小原好美です。一人暮らしをするようになってからは、鍋する機会あるけど、あんまり大きい鍋ではやらないので、なんか締めがどうとかそういうのはやってないけど、実家にいた頃はなんかね、やっぱホットプレートとか鍋を使った料理するとすごい父が張り切ってて、いつもなんか、でも両方やったな、うどんもやったしご飯もやったけど、なんかご飯だとそのうちおこげができたとかって言って母親が嬉しそうにしてた印象があるから、そっちかな。なんかさ、そういうのもそうだけどさ、カップラーメンとかもさ、食べ終わった後つゆってかスープがさ残ってるじゃん。だそれそのまま捨てるのもったいないけど、そのままグビグビ飲むのもってなるから、なんか食べるときはまああんまり良くないんだろうけど、太っちゃうんだろうけど、だいたいコンビニでカップ麺とか買うから、食べるとしたらね、その時にセブンイレブンだったら塩おにぎりが売ってるから、それ入れて食べたりとか、美味しいんだよね、たまにやるといいよね。はい、ということで普通歌読んでいきますよ。ココネーム定規屋さんからいただきました。ありがとうございます。ココちゃんこんばんは。こんばんは。さて先日、映画大好きポンポさんのフィルム化プロジェクトで、上映会へ行ってきました。ありがとうございます。ちなみに私が参加したのは全11回あった、上映会のうちの一つです。
上映会では本編だけでなく、プロデューサーや監督によるトークコーナーもあって、興味深いお話を聞くことができました。特に、音ネガの、作成や現像で、ご苦労があったようで、今や設備はあっても、それができるスタッフさんがなかなかいない、との事情もあったとか。へぇ。かつては当たり前だったフィルムも、DCP での上映が主流になり、そうした技術が失われつつあるんだなというのを実感したエピソードでした。ココちゃんもコロナ禍以降、アフレコなどの変化があったかと思いますが、これは変わらず残っていってほしいというものは何かありますか？ありがとうございます。フィルム化無事ね、されて、見てきたよって方たくさん、ココラジ以外でもご報告いただけたのですごく嬉しいんですが、肝心のポンポさんである私はまだ見れてないんですよ。そう。で、いいなぁ。なんかさ、私たちのお芝居の話を聞けるのも嬉しいっていう方いて、すごく非常に私たち演者としても嬉しいんですけど、本音を言うと、やっぱ作ってる側のスタッフさんたちの話すっごく気になってて私。っていうのも前の配信か、前回になっちゃうかもしれないけど、打ち上げとか、打ち入りとかがないから、全然スタッフさんにお会いできないんですよ。ただ、ポンポさんに関しては、いわゆる主要スタッフの皆様っていうのかな？は、いらっしゃった日もあったので、その時に、お話伺ったり、あとは、リモートで、画面越しではあるんですけど、ご挨拶したりとかっていうのはあったんですけど、でもそのご挨拶する程度しか、時間なかったから、そうそうそう、だからまたお話聞かせてくださいっていう風に言って、から、全然、まあね、このご時世もあるから難しくて、で、言ったら、一番最初の方の、上映のイベントの時に、監督とか、あと人員役の清水くんと登壇した時なんかは、裏で控えてた時に、監督がすごくこだわったシーンの一つで、まあ、ちょっとネタバレにはなっちゃうんだけど、ジンくんが編集中のフィルムで、なんか実際に自分がそのフィルムを、剣を持ってこう切っていくっていうシーンがあるんだけど、あそこのアイデアはどういうところから生まれてきたのかとかっていう話をこう聞かせてもらったんだけど、やっぱり今までの経験とか携わってきた作品からヒントを得たっていう、その監督がこう楽しそうにというか、そのこだわりをこう話してくれてるのをこう横で聞いてたら、なんかやっぱワクワクするのね。で、やっぱそういう話ってファンの方々も聞きたいはずだから、だからポンポさんって割とその上映やるときに登壇するとき、プロデューサーと監督のお二方で登壇する機会って結構多かったと思うから、そういう話が聞けて嬉しいっていうファンの方たくさんいらっしゃると思うんだけど、私ももっともっと話聞きたいななんて思って、やっぱりもともとはそのフィルム、映画ってフィルムだったから、劣化させないために保管する方法とか、例えばだけど、ちょっとそれはポンポさんと外れちゃうけど、とかやっぱここにも書いてある通り、前できたことができなくなってきている、そういうことができるスタッフさんがまずもう減ってきているっていう、なんか、ことになってきてるから、ちょっと寂しいなぁなんて思ったりするよね。あとはなんだろう。アフレコな、変わらず残っていってほしいもの？今はしょうがないから、グループ化してるけど、まあ、いつかね、いつもこう、いろんな、こう、今もそうだけど、とかテレビよく見てると、タレントさんの間でこう、仕切りがあると思うんですよ。距離をとってって。あれがなくなる時代がもうすぐやってくるとは思うよ。わかんないけどね。だけど、やっぱ掛け合いしたいから。ちゃんと掛け合いができるようにグループをこう組み合わせてくださってて、いつも制作の方が。私たちが少しでも演じやすいようにって環境を整えてくださってるんだけど、やっぱ今までやってこなかったプラスアルファでその労力がかかってるから、スタッフさんに。それも大変なはずだし、できれば出演者、その回に出てる出演者全員揃った状態で撮ってった方が、なんか作品への思い入れとかもより熱くなるのね。とか、あとお芝居ってやっぱ
こういう風にやればいいんでしょって言うんじゃないから、やっぱだからいた方がやっぱりいいなって、よりいいお芝居が撮れるはずだから、そういうご時世に早く戻ったらいいななんて思う。あと私やっぱ新人の時ってそうやってあの周りの方々に育てていただいたから、今の新人の子たちってやっぱそれが叶わない環境にいるから、早くね戻ってほしいななんて思ったりするかな。うん、ではでは続けて読んでいきます。ココネーム豚骨カカオさんからいただきました。ありがとうございます。ココちゃんこんばんは。こんばんは。先日音楽フェスの会場準備から撤収までボランティアとして手伝う機会がありました。おーすごい。今まではお客さんとしてしか参加したことがなく、イベントがどれだけ多くの人が関わってどれだけの人が汗をかいて作られているか実際に体験しないとわからないことばかりですね。演者の人が不自由なく過ごせる楽屋を考えたり、お客さん全員が楽しめる環境を考えたり、ステージに立つ人とお客さんとの出来上がっているようなイメージをつい持ってしまいがちですが、演者とお客さんがイベントだけに集中できる空間を作っている人たちがどれだけ頑張っているか、それを体感できたことはすごく貴重な時間でした。表に出るのは限られた人たちですが、見えないところで頑張っている人たちがいることを忘れないようにしたいと思います。ココラジもラジオを放送するためにたくさん頑張ってくれている方々がいると思います。いつも本当にありがとうございます。スタッフさんたちもお体にお気をつけて、これからも一緒にココラジを盛り上げていきましょうね、というメールです。なんていいメールなのそうだね。いやこれは私いつも言ってるけど、イベントだけじゃなくてアニメもそうで、やっぱりどうしてもこうみんなが注目するのってパッと見ね、声優さんのお芝居とか、あと作画とか音楽画とかオープニングエンディングっていう風にいくと思うけど、一つのこうアニメというか話数を作るだけで、エンドロールってちゃんと見ると数えきれないぐらいの人数の方々が携わっているんですよ。だから本当になんかね、なんかもう感謝の気持ちでいっぱいなんだけど、あの演者としては。で、そうなの。でも豚骨カカオさんはすごく貴重な体験をしたね。やっぱりさ、私たちはやっぱイベントに出る人間だから、裏側もやっぱり見てるわけよ。で、イベント当日の朝とか現地行くと、私たちよりも早く入って準備してるわけ。私たちより多分 3,4 時間ぐらい前に入って環境整えてるのよ。で、いざリハがあって、で、私たちがリハ終わって、まあ、メイク直しなり休憩してる間、よりそのリハをした上で修正しなきゃいけない点とか、なんかそういう打ち合わせがあるって、ってだからスタッフさんの休憩時間がないんだよ多分。それでいざ本番ってなったら、一番大事な時間だからみんな気が張ってるじゃん。で、そのお客さんと、ここにも書いてくれてるけど、演者とお客さんの一体感が生まれるように、これをこうしたらいいんじゃないか、ああしたらいいんじゃないかって裏でもう飛び交ってるわけ。言葉だったり、みんなバタ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 動いてるんだよ。で、終わったら、はい終わりじゃなくて、私たちは帰る支度できるけど、スタッフさんはそのセットを撤去しなきゃいけなくて、とか、セットがすごいと、すごい時だと多分てっぺん超えるギリギリまで、解体作業されてる方って普通にいるのね。毎回どのイベントもそうなんだよ。なんかただのトークショーとかだったらいいけど、例えばそうだな、私が携わってきたっていうか関わらせていただいた作品で結構セットがすごかったのは、最近だとかぐや様の朗読イベント、去年かのだったり、あとはプリキュアの感謝祭とかライブとか、あとはもうちょっと前だとそうだな、ぐるぐるもそうだったし、あと月が綺麗とかもそうだったかな。だから絶対私は入る時と、あと特に帰る時は解体作業されてる方たちのところ行かなくていいんだけど、行ってちゃんと挨拶してから帰るようにしてる。なんかいや本当ありがたいよね。今後もねこうやってイベントを行われたらいいなと思うんですが、はい。ではでは続けて読んでいきますよ。
ココネーム黒縁メガネさんです。ココちゃんこんにちは。こんにちは。私は昔左利きに憧れていた時代があり、なんで右利きになったのかと両親に聞いたことがあります。すると父曰く、ちっちゃい頃にボールを転がして右手で返していたから右利きが体に合っていると判断したとのことです。その時私は言いました。それ父ちゃんが左利きでボール転がしてたからじゃない？ココちゃんの左利きには何か由来はありますか？でもこれ生まれ持ってもう身についてるものなんじゃない？だから親の影響っていうのはあんまりなさそうだけど、どうなんだろうね。私は生まれつき左利きだったから、そう、でもね、最初父が厳しくてね、無理やり右に直そうと、幼稚園の時だったかな、小学校上がる前に、いつもなんか、ひらがなのドリルノートみたいなのやってたの。で、うちのママは、自分の書きやすい方の手で練習したらいいよって言ってくれてたから、ママの前では左で字書いてたの。だけど、会社が終わって帰ってきた時は、怖いから右でやるんだけど、不意に突然帰ってくる時もあるから、それで左で書いてるとめちゃめちゃ当時怒られたの。そうね、右に直しなさいって言われて、それで夫婦喧嘩してる時もあった。いいじゃないとかって言って、で親戚のおばさんたちもなんか、いや別にそんなになんか、うちのお父さんめちゃめちゃ怖かったわけじゃないんだけど、いやもう好みが左で書きやすくて楽しそうに絵描いたり字描いたりしてんだから、そのままでいいじゃないとかって言ってくれて、なんか父にも何も言われなくなって、そのまま左利きが定着したんだけど、でもね、なんかただの左利きじゃないから、右で言ったら字書いたりできるから、だからまあ怪我し、もし左手を怪我しても最悪右で、時間はかかっちゃうけど字書けるかなとか、あとは包丁持つとか、ラケット持つとか、ボール投げるってのは基本右なんですよ。バットとかも。そう。だからその時、だから中学校の部活の顧問の先生、大好きだったんだけど、その顧問の先生。小原左利きだから左でラケット持てるねって言われたんだけど、先生私ダメだ右だって言ったら、使えないなとかって言って、なんかネタにされたの覚えてる。なんかそんな感じだったかな。左利きになる由来というか、なんか左利きでどう過ごしてきたかって話になっちゃったけど、そんな感じですよ。はい、ということでふつおたはここまでとさせていただきます。それではここからは期間限定のこちらのコーナーをお届けします。ココちゃん、お邪魔しまーす。番組新グッズにある鍵型アクリルキーホルダー、これがメインなわけではないんですけれども、通称小原家の鍵にちなんだ期間限定コーナーです。リスナーの皆さんに私が思わず家に招きたくなるような誘い文句を送ってもらい、私が招き入れるか否かを判断します。では読んでいきましょう。あ、このコーナーたまに私が怖くなるかもしれない、気をつけてみんな。ココネーム村人 T さんからいただきました。無印良品に行ったらテンション上がって買い物しすぎちゃったから、ココちゃんも一緒に食べない？途中でお腹空いちゃって不揃いバームは食べちゃったけど、お願い。お帰りください。なんだろうね、これで許してしまったらいろんな人が無印のものを持って家うちにやってくるのかなって思ったのと、最初いいかなって思ったの。だけど村人 T って何？ちょっと怖くない？だからやめました。では続けて、ココネームペンコさんからいただきました。あ、やっぱりココちゃんだ。鼻が効くからすぐ分かったよ。僕犬です。犬可愛いでしょ。お邪魔していい？ペンコさん、お帰りください。私の匂いまず知らないでしょ。そんな匂いしないと思うけど怖いよ。犬なんで、なんでもないです。じゃあ続けて読んでいきます。
ココネーム、よもすえさんです。すいません。ココちゃんがいきなりドアを閉めるから、ドアの隙間に指挟んじゃった。よかったら絆創膏だけもらえませんか？よもすえさん、わかりました。絆創膏あげますのでお帰りください。一瞬入れると思っただろう。絆創膏、なんかさ、絶対開かないロックのやつあんじゃん。あれ、鍵以外の、ガチャってやる以外の、あれ、フックかけて。そこ開けて、絆創膏だけ、どうぞ、渡してあげるよ。あ、でも、うちにある絆創膏、牛乳柄の絆創膏か、プリキュアの絆創膏しかないから、ちょっと可愛い感じになるけど、いいかな。はい、続けて読んでいきます。ココネーム、山助さんです。ココちゃん、落ち着いて聞いて。私は未来の君の夫だ。今日はとても大事な話があって、未来からこの時代のココちゃんに会いに来たんだ。他の人に聞かれるとまずいからお邪魔していいかな。山助さん、お帰りください。夫は石上静香って言うてるしょ？もし、私が仮に今後、この先ね、いつか結婚することがあったら、多分相手の方にはココちゃんとは呼ばせないと思う。多分ね。知らないけど。なんかニヤニヤしてきちゃった。でもあなたではないです。じゃあ続けて、ココネーム、日丹ココちゃんです。ただいまーって、どなたですか？合ってる。合ってるよね。本当に誰？ここ私の家なんですが、小原好みって書いてありましたよね。お願いだからお帰りください。一旦ここちゃん、あなたがお帰りください。あなた私になりすましてるよね。小原好みって書いてありましたよね。書いてないよ。都内のマンション表札ないよ。多分。あ、こういう方法もあるんだね。入れないけどさ。では。なにこれ？ココネーム、ロイスさんです。ココちゃん！久しぶり！俺俺！俺だって！俺だよ俺！俺！カフェオレ！お邪魔していい？ロイスさん。いらっしゃい。なんだろう、なんだろうな、やばいやつっていう匂いはしなかったんだよね、あんまり。なんかね、入ってきた時のテンションがエイタソンに似てた。コウちゃん、コウちゃん来たよ。あ、エイタソン、どうぞ。エイタソンって分かっちゃうからっていうことが前あった。まあ、ちょっと冷静になると入れてよかったんだろうかと思うけど、うん、な感じかな。よかったね、一人だけ入れたよ。じゃあカフェオレ、でもみんな勘違いしないでね、カフェオレっつって言えば入れるわけじゃないからね、たまたまだからね。はい。やってまいりましたが、このネタになる大元の話が、その、ココラジグッズなんですよ。その、私の家の鍵がついた、アクリルキーホルダーのセットと、あとタンブラーの2点セットのココラジグッズ。まだまだ発売中でございます。うちに入りたいという方、これから寒い時期になりますので、温かい飲み物をそのまま飲みたいという方、ぜひタンブラーもね、ゲットしていただきたいので、よろしくお願いいたします。ということで、引き続き、私が思わず家に招きたくなるような誘い文句、お待ちしております。小原好みの心置きなく。小原好みの心置きなく、お別れの時間が来てしまいました。
この番組では皆さんからのメッセージをお待ちしております。宛先はおはがきの場合、郵便番号 105-8000 に文化放送小原好みの心置きなくまで。メールの場合はココラジアットマーク joqr.net、 ココラジアットマーク joqr.net です。ココラジのスペルは KOKORADI となっております。私への質問や普通た何でも構いませんよ。先ほどもねお送りしました、あのココちゃんお邪魔しますのコーナーにもぜひメール送ってください。そしてメールを送る際は郵便番号、住所、本名を忘れずにお願いいたします。今回のステッカーなんですけれども、冷静になったらちょっと焦りいたしましたが家にお招きしましたロイスさんに今回プレゼントしたいと思います。ステッカーをお送りします。ココちゃんの家に入れたっていう証として持って行ってください。はい、大丈夫かな。そして現在A&G ショップにてココラジグッズ第4弾アクリルキーホルダーとタンブラーのココラジスペシャルセットが発売中です。皆さんぜひチェックしてください。このココラジグッズのこのアクリルキーホルダーが好評のようで、なんかご家族で買ってくださった方のあの娘さんが可愛いって言って幼稚園バッグに下げてるんだって。で歩くたびにあれガチャガチャ鳴るから、だからちっちゃい子って走ったりするじゃん。そうするとなんかどこにいるか、娘さんがどこにいるかわかるんだってそうそうそうってお便りもらってなんか嬉しかったな。はい、ということで、私からのお知らせです。ワッチャプリマジにてパタの役で出演いたします。多分ね、手番はもうちょっと先なのかななんて思ってますよ。そしてテスラノートでは主人公ネコロボタンを演じております。そしてそして無色転生異世界行ったら本気出す第2クールでは、ロキシミグルディアを演じております。そしてUNEXT にて映画大好きポンポさん、そしてドゥームパトロールシーズン2が配信中となっております。ぜひぜひチェックしていただけたら嬉しいです。そして今週の一言はコネームシルバーさんです。あなたがお父さんみたいです。聞いてくださっている方は、これはちっちゃい子だよねきっとね。さあ前回の配信と前々回ってさ、もう私選ばせてもらえなくてね、はいこれですって渡されてやったやつがさ、いつも私が選ぶよりちょっとなんか難易度が上がったやつだったじゃん。そしたらリスナーの方々がさ、なんか好評のようでさ、なんかあの作家さんはすごいぞみたいなこと書いてあって調べたらなんか作家さんを応援し出す人たちが増えてきたから今回私が選んだけど、なんか4枚の中から選んでくださいってどんどんなんか追いやられてきたとしよう。でも今回は平和だと思いますということでそろそろお別れです。ここまでのお相手は小原好みでした。来週のこの時間も心置きなくおしゃべりしましょう。バイバイ。パパ、いつもお仕事お疲れ様。私がカタタタキしてあげるね。これ昔言ったことあるな。